はそうですね、当店では1日大体250個から300個ぐらいのお餅を毎日作って販売しております。こんにちは、私の名前は柳瀬重信です。秋ブランジェリーのシェフをやらせていただいております。1年半前からシェフをやらせていただいております。餅を作ること自体はそんなに難しくないですけれども、やっぱりフランスという場所で餅を作るのは少し難しいと思います。フランスにはやっぱり日本と違って機材や材料が揃っていないので、そういった部分で工夫が必要なので、餅を作るのは少しフランスでは難しいと思います。日本だったら普通に米粉なども手に入ると思うんですけども、やはり日本と同じような、品質を持ったもち米粉を見つけるのはとても難しいので、そういった部分で苦労したのと、やはり水が、日本とフランスでは違うので、そういった部分でも苦労しましたね。苦労しました。はい。納得できるようなお餅ができるまでやっぱり 2,3 年かかりました。日本のお餅は、古くはお米が日本に入ったところから始まっていて、大体一番古いもので分かっているので、600年頃ですね、西暦600年頃から作られていたんではないかと日本では言われています。餅自体はあまり昔は日常的に食べられているものではなく、大切な行事、例えば子供が生まれた時やお正月、ヌーベロンの時に、食べられていたもので、お餅は神様にお供えもするものとして作られていたというのが、昔は主な餅の歴史ですね。で、それを、みんなで分け合って食べることによって、家族とや周りとの親交を深めたり、また神様から、またその餅を作るための原料であるあったんですけども、時代とともにその作る量も品質も上がってきて、それを、昔よりも何て言えばいいかな、手に入りやすくなったことによって、餅の文化がだんだんとこう日本全国やアジアに普及していって、今ではその日本的なお菓子店だったりとかで作られるようになり、さらには家庭でも、フランスでお餅が食べられるようになったのは、かなり前からお餅自体はあったと思うんですけども、一番の大きな、フランス人がお餅を知る機会になったのは 4,5 年前にフランスで公開された「日本のアン」という映画が、一番のきっかけだったと思います。その頃からフランス人の中で「餅」という言葉が認識され、餅という、日本ないしアジアの文化が広く知られるようになったと思います。そうですね、やっぱり映画が公開された後から、餅やどら焼きの売り上げが伸びていて、そうですね、今でもその影響が続いていて、少しずつやっぱり、フランス人のお客様も増えております。